ゲートイン各馬順調に行ってきてあと1頭が15番ローバウンス向かいます収まってゲートイン完了ですスタートしました好打氏は11番トニー・テソロまずは切って そのまま1馬身抜けていきますスタートに足元変わりました2番手広がっていますが4番の,ベニス4番の大空ひばり5番のベニスズ音23番手4番手には8番レアリザッションつけて外目内は3番テイエム伝説が追っていきますその後ろは9番クリスサブラック12番のイデアガウディここまでが先段です5馬身ぐらい離れました10番の上昇タイプがいって13番のミヤビハイジア間からは7番のファンタジー中段で続いていっていますその後も4馬身ぐらい空いて14番のカドさん頑張る単独追走3コーナーをカーブして 5馬ぐらい,いて後方3頭1番のシャンパンコール2番のアレス・エルピーダ前半635秒8でいっています離れて一番後ろに15番のローバウンスもう1頭かなり離れて6番のシュトールム最後方です。 4コーナーカーブ先頭11番トニー・テソーロリード2馬身ぐらい4コーナーから直線フ打左を狙ってテイエム伝説外目からは4番の大空ひばりが追ってきて同枠5番のベニスズメも追い込んできました残り200を通過してその後ろからは9番のクリスタブラックが差し足を伸ばしてきますが振り切った11番のトニー・テソーロ差を広げて5馬身6馬身と差を広げていく大空ひばり内からかわしてテイエム伝説2番手に上がる圧勝トニー・テソーロゴールイン 2着は3番テイエム伝説3番手争い4番大空ひばりが粘っていたところ最後追ってきた10番の上昇タイプこの2頭3着争いへと持ち込んでいます今かなり遅れて6番のシュトウルムがゴールに到達していますコースタートから逃げた11番トニー・テソーロ直線も後続を寄せつけませんでした会場ヘニー・ヒューズ3区原悠介騎手の手綱です